山の怒りを鎮めるために儀式として子供を生き埋めにしていた。その結果、地崩れは起こらなくなった。ただし埋められた子供たちの怨念が今でもさまよい続けていることから、山の怒りを鎮めるために儀式として子供を生き埋めにしていた。その結果、地崩れは起こらなくなった。ただし埋められた子供たちの怨念が今でもさまよい続けていることから、絶対にそこへは通い続けてはならない。